では続いて活躍選手ライン、今日は投打のヒーロー、まずは打のヒーローです。トップバッター3番打の活躍、千葉ロッテマリーンズ藤原恭大選手です。まず藤原選手、チームこれで3連勝になりましたが、今日のゲーム振り返ってどうでしたか？そうです、まあ先手、中押しダメ押しと、いい感じで点を取れたので良かったなと思います。今日は井端監督から1番バッター託されましたが、どんな思いでゲームに入っていきましたか？初戦始まってこの2試合、出場がなかったんですけど、しっかり準備してきたのでやってやるぞという気持ちで臨みました。もう今ユニフォームも泥だらけで走り回ったと思うんですが、3安打の活躍、自分のバッティング振り返っていかがですか？いいバッティングは少なかったんですけど、なんとか結果になって良かったなと思います。藤原選手にとってはトップチーム、デビュー戦になりましたけれども、この代表というのは同世代も多くいます。どうですか、刺激ありますか？そうですね、練習から、意識しながらやってきているので、試合でみんな見ていても非常にやっぱりみんないい選手だなと思いながらやってます。改めてこのジャパンのユニフォームを着て、この東京ドームでプレーして、どんな思いで日々プレーしていますか？このジャパンの一員としてどんな目標を持ってプレーされていますか？やっぱり世界一、そこを目標にして、まだまだ力不足ですけど、日々練習してもっと、貢献できるように頑張っていきたいなと思います。それでは最後に、いよいよ明日決勝戦です。明日に向けて意気込みお願いします。少しでも、チームに貢献できるように、自分のできることを考えて、明日も勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。そして打のヒーローに続いてピッチャーのヒーロー、もちろんこの方です。東北楽天ゴールデンイーグルス、早川隆久投手です。早川投手、ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日この先発マウンド託されましたが、5回パーフェクト、ご自身のピッチング振り返ってどうでしょう？はい、リードしてくれる古賀君が、自分の良さを引き出してくれたので、感謝します。チームは2連勝でこの3戦目のマウンドを来ましたが、どんな思いで今日はマウンドに上がったでしょうか？はい、明日の決勝トーナメントは決まっていたので、自分で流れを切らないように3連勝してという思いで、面接になりました。ここまで2試合ピッチャー陣いいピッチング続いてました。どうですか、背中を押された部分もありましたか？そうですね、前日隅田投手がいいピッチングしてくれたので、自分も負けずと、頑張りました。今日はパーフェクトで三振も7つ取りましたが、自分自身のピッチング、どのあたりが良かったと感じてますか？そうですね、勢いを押すところは押して、抜くところは抜いてと、いい風に、投げれたかなというふうに思います。特にこう立ち上がり緊張感もあったと思うんですが、先頭バッターがいきなり10球粘ってというところでした。あの攻防というのはどうでしたか？これでファーボール出したらまずいなと思ってたんですけど、まずは先頭切れて安心して、そこからいいピッチングできたかなと思います。早川投手の後、リリーフ陣も無失点でゲームつなぎました。そのブルペン陣の姿というのはベンチからどういうふうに見てましたか？はい、やっぱり自分は5回までしか投げてなかったんですけど、その後のピッチャーも明日に勢いづくようなピッチングしてくれたので、明日の先発の今井も頑張ってくれると思うので、明日も応援お願いします。早川投手から
明日のピッチャーに、ね、つないでいくメッセージありましたが、改めてこのトップチームのユニフォームを着て東京ドームでマウンド投げましたが、どうですか、この先への目標みたいなのも出てきますか？はい、まだまだ未熟ではあるんですけど、これから先このユニフォームを着て投げれるように頑張れるかなというふうに思います。それでは選手を代表して明日の決勝への意気込み最後にお願いします。はい、明日は18時からプレーボールになるので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。見事チームを勝利に導きました早川隆之投手でした。ありがとうございました。